吉田さん、なんか種目を変えたたらそっっっちが特技だったってこ私はマージャンのプレイヤーとしては自分でも思うぐらいそして周りの人も思うぐらいマージャンのプレイヤーとしてはもう甲子園クラスでまあ言ってみれば敵なしだったんですよマージャンでね掛け事やる分にはでもマージャン店の経営に関してはまあ時代にもおーマーケットのバランスにもあったんでしょうけども私は全然ダメでした人材育成も全然ダメでした、うん、でも種目を変えて ネットビジネスっていうのにやってみると自分一人で発信して自分一人で商品作ってそして熟成を育成するこれは OK だったんですよつまりお金を払いながら従業員を育てるのはダメでしたでもお金をもらいながら従業員を育てる熟成を育てるのは OK だったわけですよだから種目を変えたらね同じエネルギーなのにおやすげえじゃんみたいなことがあるんですよまあ例えばね私のよく知ってる人であの絵を描くことをなりわいにしてる人がいたんですけどもね まあそれこそ平均的な活動だったと思いますけども歌を歌う方にちょっとあるきっかけでシフトチェンジしたらもう歌姫になっちゃったいきなり、ね、今まで歌のことなんて全然意識してなかったのに種目を変えたらバツンといったわけですよそれこそ引っ張りだこですよでそういったこともあるんでここで全然ダメで中かず問わずだったから別の世界で当たるんじゃないかなっていうのはたまにいけるんじゃないかなと思うんですよだからこの分野でダメだったら別の分野別の分野別の分野ですからね 甲子園で挫折したらなんか全部終わりじゃなくってもしかしたら書道家になれるかもしんないなみたいな全く別の道行ったらなんかうまくいくみたいなこともあったりするんじゃないかなと思うんですよで甲子園を目指すほどねもう本当にきついトレーニングに耐えれるんだったら書道のきついトレーニングはそれほどじゃないだろうというふうな考え方もあるしね、うん、で「バカルってのありますけどもなんかね似たような言葉であのネットビジネスで稼ぐ人って変態が多いよねっていう意見もあったんですけども私はこう思うんですよ バカだから成功する。変態だから成功する。っていうふうに、そこだけ抜け出したらちょっと危険で、バカのほとんどはバカのまんま終わる。変態のほとんどは、変態の部類にも入れずに、自称変態で終わると。で、ほんの数パーセント、千人中一人ぐらいが、バカなのに結果を出す。で、一万人中一人ぐらいが、変態なのに結果を出す。っていうふうにして、変態だから全部 OK。バカだから全部成功。じゃあないのかなと。ただ、あんまりバカと賢いが、 結果にはあんまり結びつかかななないいい分野があるんんじゃないかなぐらいのことは思うんですけどねまだ答えは明確に出てませんけどもまあ答えが出なくても自分自身もねそこにそういうことにもう迷っても悩んでもいないんでどうでもいいかなというところでは分かりますけどね <laughs> 結局自分に答えが出たら後付けで公式を作ってるだけなんで分かんないですよ狙って当てるっていうのは分かんない。で運の要素もありますしね。で運っていうのはみんなが 認めてるくせに、じゃあ運を鍛えるために何すればいいかってことは、あんまりやんないですよね。でしょ